あ、来た。どうも。こんばんは。こんばんは。始まった。こんばんは、始まった。皆さんこんばんは。11月の27日火曜日の乃木曜日を担当する久保史緒里です。よろしくお願いします。イエーイ。どうですか皆さん。私は乃木曜日2回目になります。2回目そう、乃木曜日とは、乃木曜日はですね、乃木坂のメンバーが月曜から金曜皆さんとトークをする配信になってます。大好き、ショールームすごく好きなので、ショールームさんで来て嬉しいです。イエーイよっ。今日はね、私はお仕事してましたよ。皆さんは何してましたか？何してたの？何してたの？教えて。何何？元気だよ。何してたの？ご飯食べた。そっか、ご飯の時間帯か。今日は何食べましたか？秋でも終わったのかな？秋の味覚？私は今魚が食べたい。何が食べたい？犬の散歩行ってたの？犬の散歩行きたいな。犬ね、実家にいるよ犬。へえ。おほほ。お仕事お疲れ様です。あ、こっちかカメラ。カメラの位置間違えた。お仕事お疲れ様です。へえ。お。テスト勉強、テスト近いのか。おお、あの視聴者様が1万人を超えましてありがとうございます。こんな早く1万人も行くと思ってなかった。嬉しい、ありがとうございます。1万人の方が見てると思うと緊張しますよね。私緊張しちゃう。テスト10日前？来週テスト。みんなテストなんだ。そっか、頑張る。あ、そうなんだ。部活が。ね、今日誕生日おめでとう。はい、ふうふう。ね、まあそんなこんなでね、はい、やってまいりまして、始まりました久保の乃木曜日ですけれども、昨日の新内さんからちょっと宿題をいただいたので、早速それに挑んでいきたいと思います。久保ちゃんへ、好きな歌をワンフレーズ歌ってね。くぼちゃんの歌声好きだって。見て見て見て、ここここ、くぼちゃんの歌声好きだって。嬉しい、しんうちさんありがとうございます。まいちゃんよりって書いてある。かわいいね、しんうちさんありがとうございます。何歌ったかな、私確か前回の宿題も歌だった気がする。れのちゃんが歌ってって言ってくれて歌ったんですけど、その時は自己中で行こう歌ったんだけど、今日もね、その実はしんうちさんの見てて、何歌おうかなって考えてて、乃木坂歌おうかなと思ったんだけど、実は25日まで舞台の方のザンビのをやらせていただいておりまして、ありがたいことに千秋楽を迎えました。皆さん応援ありがとうございましたという感じなんですけど、そうザンビをやってて、その中の劇中歌であったんですよ。それをね、ワンフレーズ歌っちゃおうかなって思ったりもしたんだけど、どう思うっていう相談。どう思う？でもザンビっていう、そうザンビは、ひらがなけやきさんと漢字けやきさんと乃木坂で合同舞台っていうのをやってましてね、やってたんですよ。ちょっと伸ばすと恥ずかしくなるから歌おう。じゃん、一番最初のやつね、サビ。じゃんじゃんじゃん、いきます。いつか必ず会いに行くよ、君の待つその場所に、だからもう少しだけ待っていてくれないか、そしたらまた笑い合おう、あの日々のように必ずその日はやってくる。
っていうのをやってましたっていうお話です。恥ずかそう恥ずかそうどうですか、ちょっとなんかすっごいちっちゃい声で歌っちゃったからなんかねちょっと声かすれてんなと思ったかもしれないけど、そこはご了承ください。どうですか、すごくいい曲なの、本当にいい曲でね、あの漢字さんとひらがなさんもあの劇中で歌ってるんですけど、本当全部がいい曲なのね、来てくださった方はわかるかな、そう本当にいい曲なんだよ、ありがとう。はい、ということで宿題を終えました、イエーイ。でね、今読書の秋企画っていうのをやってましてですね、あのここで今週で11月も終わってしまうということでですね、今週の秋の企画をやってまいりましょう、白飛びしてた、今週の秋の企画をやっていきたいと思います。はい、あの本を読むとなると時間がかかってしまうので、今日は乃木坂の曲の歌詞をね書いていきたいと思うんですけれども、好きなねフレーズを書きたいなと思います。もう決まってるんですけれどもね、あ、ペンが、すみません、ありがとうございます、ペンをゲットしました。すいません、はい、じゃあ歌詞を早速書いていきたいと思います。曲名は、あ、でもなんかみんな予想できる気がする、私のヒント、私の好きな曲、好きな曲よ、どうしよう、止まった絵になっちゃう、なんかある、3番目のヘイ、まあ、ではないんだけどすごくいい曲だよねっていう話。え、みんな秋は読書の秋ちゃんとしましたか、しおりは結構生まれてからちゃんと読書の秋、こんなにしたの初めてかもってぐらい読書の秋してましたよ。へえ、なんかみんな何、俺も本読まない、本読みな、ほんと本ね、私も勧められてから本を読むようになったけど、いいことあるんだなって思った、本読むと。間違えた。ててもういいところ間違えちゃった。そんな日もあるよね。ごめん、長らくお待たせしてる、あ、2万人ありがとうございます、書いてる途中に2万人ありがとうございます、ありがたい、そんなありがたい、すみません、ほんと久保はいつもゆるゆるな配信になってしまうから大丈夫ですか、あと10秒待って、あ、できた、できました、はい、ということでね、読書の秋なのでね、朗読をしていきたいと思います。もしも正直だったら痛みも何もないまま僕はもっとずるい人になってた、はーん、深い、これはあの日僕はとっさに嘘をついたの2番のサビの終わり部分の歌詞なんですけど、すごく好きなの、なんか深くない？なんかもう全体的にあの日僕はとっさに嘘ついたがすごい好きで、特に2番の歌詞がすごく好きなんですけど、なんかこの歌詞がすごく好きなんですよ、この前にね、なぜかこれで良かったと今では思えてしまって、なんかその嘘ついたのよ、あのね、だからなんかさ、いい、しみるよね、しみるのよ、そう、しみるのよ。みんなは何が好き？歌詞、
私はこれが好き。間違えちゃったけどわかる？いい歌詞だよね。本当に染みる歌。みんなも聞いて。今日寝る前にじゃあみんなそれ聞こう。うん。みんなは、ね、ないものねだりもいいよね。私あれだ、上京した時にずっと聞いてた。あとはアゲインストもいい曲だね。あとは何、きっかけもいいよね。悩んだ。設定温度とかもすごい好きよ。あ、いた、設定温度。いえいえすごくいい曲だよね。ね、そんなこんなで乃木坂はね、本当にいい歌詞がいっぱいあるので、皆さんぜひあの歌詞にも注目していただいて、ね、ランデさんがブログに書いてた、ランデさんかなの書いてたんだけどさ、歌詞カードをさ見て読むのってすごい幸せじゃない？私すごい好きなんですよ。なんか歌詞カードがめっちゃ好きで、それをなんか見てるし時間も幸せなんだけど、あのね、すごくね好きなんですよっていう話。オセロは白の勝ちってときときめきめきだ。すごい。ときときめきめきの連歌可愛すぎる説を私は思ってる。うん、じゃあここからはそんなこんなで皆さんいろんな歌詞見てみてねっていう話でした。はい。なんかね、フリーで話していきたいなと思うんだけど、ちょっと私事になってしまうけど、舞台の話をしたいなってちょっと思ったりしてますよ。舞台来てくださった方いますか？ザンビ、ありがたいことに無事チームブルーも全8公演終えまして、田中和樹選手新人王なの？すごーい。話それちゃった。おめでとうございます。嬉しい。本当にすごい。ごめん。そうで、舞台見に来てくださった、ありがとう。嬉しい。本当にね、そうなのよ。なんか本当に毎日が楽しくて、あっという間だったなってすごく思います。そう、本当にあっという間だったよ。毎日本当に大事にしたんですよ、稽古から。そう、私鳴沢まやちゃんを演じてたんですけど、個人的に新しい挑戦っていうのが、舞台で歌わせていただくのも、ソロで歌わせていただくっていうのが初めてだったんですよ。見殺し姫っていう3期生の舞台やった時は3期生で歌うっていうコーナーはあったんですけど、一人で歌うっていうのが初めてで、すごい、しかも歌から始まるのね、私の。それがすごく緊張して、毎日本当にもうなんかもうこんな、もうすごい震えたの。でもね、そうなんかすごくちょっと感動するんですけどね。それで階段のセット、舞台セットが階段で、階段の上に登って私がスタンバイしてるんですけど、両方の袖を見ると、共演者の皆さんが頑張ってってやってくださってて、それを見て泣きそうになるの。毎回泣きそうになりながらね、スタンバイしてたなっていう思い出です。本当に恵まれた環境でしたね。あとは新しい挑戦でいうと、殺陣を初めてやらせていただいて、フェンシング部だったんですよ、役が。だからフェンシングとかもやりましたよ。どうだったかな、銀鏡って言って、ステージがあって、ステージからこうザンビシートを囲んだステージがあったのよ。そこをこう走りながらザンビをフィャフィャフィャってやっていくっていうのがねすごいやったりしてましたけど、どうでした皆さん？そう、ザンビね、見に行けなかったよって方もなんか DVD もあるのでぜひ。かっこよかった、ありがとう。トシちゃんとのエピソード、トシちゃんはね、もうね、好きなの。トシちゃんね、朝見つけるとね、走って抱きつきに来てくれるのよ。かわいいんです、ほんと。トシちゃんは本当にね、もうほんとなんかブルー、本当にチームブルーみんなすごい仲良くなりましたよ。本当に仲いい、めっちゃ仲いいの、本当に仲いいの。菅井さん、優香さんはいつも裏で練習されてて、それをなんかいつもこう
本当にもうなんか素敵な方だなと思って見てたりだとか、ね、マリアさんはね千秋楽の日にねすごいあの美容とか健康にいいドリンクをくださってありがたかった。メミタンはねメミタンはもう好き、もうお尻が見つけるとメミタンって言っちゃうんだけど、いつも笑顔で対応してくれるの優しいよね。そうよミナミンともね、ミナミンは本当に頼れる人ですよ。優しいよミナミンは、すごくもうそれに尽きる。どうみんな、私は今そうよ、今ちょっとなんでかわかんないけどあった、私はいつでもジュンナさんに会いたいよマツミーンって来てた、ミーン共演者の方とすごい仲良くなりました。本当に本当にありがたい環境。何話す？舞台の話ばっかりじゃみんなつまんない？どう？こんな感じどう？うん、手振ってとにかく手振ってみたけど、どうだろう、どうみんな。そうね、先輩方がさ写真集出されるじゃない、もう楽しみでしょうがないわけよ。私はもう楽しみでしょうがないのよ。私はみんなもそうでしょ、私も楽しみなの、私も皆様と同じぐらい楽しみな自信があるの、全部楽しみなの。どうする、みんなすごく私は楽しみなすごく楽しみだよ、みんな楽しみでしょ、みんなはどう、私も楽しみね、すごく楽しみだよね、そうなの、楽しみだよね、わかるわかる、ズッキュンして、ズッキュン、ズッキュンとかあれじゃない、オーディションの時のショールームさんの配信の時とかぶり、いや、やってるか何回かはやってるか、すごい久しぶりにやった気がする。当たりだって、優しい、ありがとう、うん、ね、そう、れのちゃんの舞台も絶対見に行くからね、私もうね、本当にもうあの子は本当に可愛い子よ、本当にもう。明日誕生日おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー日常いい曲でしょ、いっぱい聴いてね、日常すごくいい曲だしね、 MV 撮影も楽しかったんです。フードかぶって、真っ黒だよ、真っ黒、真っ黒だよぐちゃぐちゃになっちゃうよ髪がなってないもうぐちゃぐちゃ。アンダラ行くよ、ありがとう、頑張る。そう、本当に皆様に迷惑をかけないように頑張ります、頑張ります、本当頑張る、すごい今楽しみなのです、私頑張ります若月さんの舞台も見に行かせていただきました。すっごいもうなんかはーってなって、もうなんかドゥーンって感じ、心に行きましたね。すごく好きなお話でしたね、いいお話だった。風邪流行ってるから気をつけて、それはこちらのセリフよ、みんな大丈夫？私実は舞台本番の1週間前にね風邪こじらせてね、ほんとあの衣装で通すギリギリの時とかも本当に迷惑ばっかりかけてて、本番なってよかったです、ほんと。みんな、あ、そっか
乃木曜日選手権唐突にそう、乃木曜日選手権で乃木曜日選手権をやってまいりたいと思うんですけれどもですね、ありがとうございます。今週の競技が46センチカットということで、こちらをね46センチにカットして、最も近かった人が焼肉お食事券をいただけるということでですね、前の時早口言葉で私もらえなかったから、これで頑張ります。はい、昨日新内さんが58センチ、まずはここを超えていきたいところですね。久保選手頑張ってまいりましょう。はい、いくよ。どんくらい、46センチってどれぐらいだろう。でも私小学校の時30センチ定規が一番好きな筆記用具だったから、これぐらいが30センチでしょ。これが30センチだとして46、あ、でも絶対な、新内さん58ってことは短めに取った方がいい説あります。久保選手、はい、ここ切っちゃいます。もう直感、はい、ここ、はい、これもっと短くしたい、ここ、はい、もう切っちゃったもんね。切りました。え、やらかした、やらかした、やらかした、短い短いえ、短くない、これ30センチ定規もっと長かった気がする。やらかした、やらかした。剥がっていきます。え、こんな短くないよね、46センチって。え、46.5 ですって。え、すごくないですか、本当に。ちょっとどうやったら疑われない本当に見てね、ここ先っぽゼロね、合ってるでしょ。ここからほらほらほら、ちょうど 46.5。勝ったやった、今週焼肉券もらえる気がするすごくないですか。え、ちょっとびっくりした、 46.5。 やっぱ乃木坂、あ、そっか、 E46 46.5。 嬉しい、私こういうの絶対苦手だと思ってたのにな。嬉しい、すごくない、ちょっと自分ですごくびっくりしてるよはい、ということで友達記録 46.5 センチ、よっと。新内さん58センチ、そう、でも新内さんの気持ちすごくわかる、私も長く取りそうになったから。久保選手の記録は 46.5 センチでした。もう焼肉のこと考えとこう、誰と行くかどうしようとか言って46センチぴったりの人が現れるんだろうな。よし、じゃあね、次に宿題も、次の日の宿題もね、この興奮冷めやらぬうちに次の日の宿題を出していきたいなって思うんですけど、明日の配信はですね、明日の水曜日の明日担当は川越さんなので、川越さんに宿題を出していきたいなって思うんですけどね。どうしようかな、川越ひなさん大好き、とととと、と川越さんって呼んでるんだけど、ひなさんって書くねひなさんへって書こう。ひなさん、え、でもね、ひらがなの方が可愛いよね、やっぱり。なんか川場さんってなんかひらがな、なんかイメージ。ひなさんへ、もう決めてるんだ、今日はもう決めましたんで、これをね、
で明日のひなさんへの宿題こちら、遠慮なく久保にあだ名をつけていただきたいですここが大事、ちょっと線引いときますね。ここが大事、遠慮なく遠慮なくぜひつけていただけたら嬉しいなって思います。でもです、そうね、明日の配信時間がまだ未定なので、決まり次第ショールームさんのツイッターの方で告知したいと思います。皆さん明日も見てくださいね。どんなのだろう、すごい楽しみだなね。お、3万人突破、おー、ありがとうございます。3万人嬉しい、そんな行くと思ってなかったよ、ありがとうございます。3万人見てるのか、すごいなありがとうございますね、パチ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 、ありがとうございますね。今日もすごい舞台の話からいろいろ話させていただいたんですけれども、の木曜日火曜日もそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたでしょうか、あっという間だね、あっという間だね、ね、あっという間だねあっという間だね、寂しい限りですよ、ね、なんかもうなんか好きなだけやってくださいって言われたら本当に5時間とかやる自信はあるの、ずっと喋ってられるから。え、何話すとか言ってコメントやりながら、え、そうなんだ、大変だね、頑張ろうねって言ってる自信はあるんですけれども、はい、終わりの時間が近づいてまいりました。はいね、明日、そう、明日の配信時間はそう、さっきも言ったんですけど、決まり次第ツイッターの方でお知らせいたします。ということで、木曜日火曜日も終わりの時間です。無料、そう、あのですね、無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で木曜日アフタートークを配信予定ですので、そちらもぜひぜひご覧くださいぜひぜひご覧くださいはい、ということで、木曜日火曜日、今日の相手は久保しおりでした。ありがとうございました。また見てね、バイバーイ、ありがとう、バイバーイ。